下町風俗資料館は東京都台東区上野公園内、死の場池のあぜにある台東区立の博物館。主に江戸時代から昭和時代中期くらいにおいて育まれた東京下町の文化的資料を扱う。庶民の歴史である下町の大切な記憶を次の世代へ伝えるべく構想され、1980年に開館した指定管理者制度により、 公益財団法人大東区芸術文化財団が管理、運営を行っている。1階部分は大正時代の下町の町並みを再現している。高市や道壺屋の長屋、向かい側の商家で構成される。展示品は実際に使われていたものがほとんどで、当時の電話ボックスや人力車も展示されている。ここでは紙芝居などのイベントも行われる。2階部分は 時折企画展示も行われる。米ゴま、剣玉など昔の遊びが体験できるコーナーや銭湯の番台がある。奥には昭和10から30年代の民家を再現したスペースもある。明治、大正頃までの下町には江戸の名残がありました。しかし、大正12年の関東大震災、昭和20年の戦災によってほとんどその面影をなくし、 さらに目覚ましい復興を遂げた戦後、特に昭和30年代後半には、東京オリンピックを契機とする再開発が積極的に進められ、街はすっかり変貌してしました。人々の暮らしも、また時代とともに変化し、便利さを取り入れた代わりに、古い時代の大切なものが忘れられようとしていました。古き良き下町の文化が失われつつあることに、 憂いの声が上がったのは昭和40年代のことでした。それは次第に下町を愛する人々の間に広がり、やがて庶民の歴史である下町の大切な記憶を次の世代へ伝えるための資料間接率の構想が生まれたのです。これを実現するために台東区内外からたくさんの貴重な資料が寄贈されました。そして多くの人々の長い歳月をかけた願いが実り、 台東区立下町風俗資料館は昭和55年10月1日にここ、忍ばず地藩に開館いたしました。外国人観光客にも人気が高く、ボランティアによる英語解説が行われることもある。台東区上野桜木にある。1910年に建てられ、1986年まで谷中で酒屋を営んでいた吉田屋の建物を移築し、展示場として使っている。 ここでは種類の販売に使う道具や商いに関する資料を展示している。ありがとうございます。